はい、どうもどうも、スイです。今日の企画はですね、いつもの48歳の自分が、40歳から始めて48歳のスケートボード8年歴の8年の僕がやったことのないトリックに挑戦する48歳チャレンジで、何をやるかというと、フロントサイド50-50 グラインド。イエーイ、50-50 グラインド。そうですね、まあ、カーブとかではできますよ。できますっていうか、やってたんで。そうですね、ボックス20センチぐらいの。あ、もうなんか普通にやってましたよね。そうですね、30センチぐらいのボックスぐらいまでは。あ、もう言ってましたよね。カーブボックスは50-50 ぐらいでやってました。そうですね、あと各レールもこれぐらいの太い、それレールじゃねえだろぐらいのはメイクしたことあります。でも、はい、でも丸レールではやったことないですね。丸レールやったことないですよね。でもまあレベル高いですよね。丸レールはまあやっぱ怖いですよね。最初ちょっと点で捉えなきゃいけないんで、そうトラックの要はハンガーのあの幅に、そうですね、丸の点で斜め掛けみたいな、まあ斜め掛けできればするとまあ安定するね。そうですね、レール丸レール50ですよ。でそのレールがこちらです。ザーン低っ。 ZX レール、まあ、皆さん知っての通り、この前開封の儀をしたね。そうですね、ネットで購入した何センチですかこれ。16チャより低いですね。16チャより低くて、あ、これ忍者ワックスよりちょっと高いぐらい。そうですね、まあ、大体マーラーピーナッツと同じぐらいですね、高さ的に。そういうことですね。これめっちゃ美味しいんですよ。これビールのつまみに最高なんですよ。マーピーですね。四川飯店のマーピー。はい、陳建一っていうことです。ってことはどうですか、先生、いけそうですか。できます。怖いですか。いや、まあ全然別にこれぐらいだったら怖くはないですよね。なんかまあ降りして、もしジャンプしてデッキがついてこなかったとしても、足こっからずり落ちるぐらい。そうですね、まあ60ぐらいのおじいちゃんだったら、ってやばいよ、骨折するよって思うけど、まあ8年スケートボードやってきて、そうっす、まあ全然、まあこれで骨折したら下で、まあ左右めっちゃ美味しいやつっすよ。これで骨折したらやばいんじゃないかっていうぐらいの、いろんなね伝説を残すんじゃないかと。そうですね、っていう気持ちでやるんですよね。そうです、とりあえず前ちょっと浮かして降りる。まあ全流しまではちょっと、いや、これ全流しじゃないとダメなんですか。全流しです。これはさすがに怖くないですよね。怖くないです、はい、全流しします。そうですよね、まあちょっと早く決まったりしてするかもしれないし、はい、それでつまんない思いさせたらすみません。いや、それをちょっとまあチャレンジとしてちょっとちらっとね、あんま長くかけなくてもいいと思うんで、これにあんま長くかかったらかかったらちょっとみんな時間もったいないじゃないですか。そうですね、なんでこれ意気込みをお願いします。まあそうっすね、5回以内には決めたいかなみたいな。まあそうっすね、5回以内には決めたいかなみたいな。5回以内ですね、みたいな、みたいな、みたいなっていうか、はい、5回以内に決めたいと。そうっすね、よし、そしたらみんなの時間取らなくて済みますからね。そうっすね、楽しみに。とりあえずこれを降りで超えてみますか。ああ全然、はい、女の子余裕でしょうみたいな。あ、危ない、あ、危ない、危ない。先行き不安、大丈夫ですか。あ、大丈夫です、まあ、大丈夫、飛ばなくて大丈夫。あ、でも飛びます、一応、はい、なんかこんな実力なのか。あ、飛べないのかみたいな。あ、危ない、うわ、危ない。まあ、まあ飛べるってことはかけられるってことなんで、はい、じゃあいきますか。はい、早速行ってみます。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、はい、じゃあとりあえずティーチャー王子のお手、はいはい、お G だから、あ、すいません、ちょっと逆光だったし。そうですね、G です。はい、お手本からですね。はい、お手本からですね。一応セイさんのゴールはまあこういうなんか木の棒投げてもいいです。で、ここの手前で降りするってこと。そうです、そうです。だからここにこれ置いて、ここから飛んでこうして降りる。前浮かしてノーズから着地したらダメです。
そうですね、そこは結構重要なとこっすね、はい、じゃあお手本だけちょっとやってみます。じゃあお願いします。おお、さすがです。こんな感じで。そうですね、余裕ですね。頑張ってみてください。まあ基礎的なトリックスもんね。そうですね、ただ綺麗にまっすぐこれぐらいの高さのオーリーするだけです。わかりました。じゃあとりあえずやってみます。やってみましょう。はい、まあ、最初からまだ行ってみますか。最初からはい、もうボーン行っちゃってもいいし、ダメそうだったらちょっと練習、まあやり方変えてやってみてもいいかなと。ちょっと そっから行くってなるとちょっとスピードいりますよね。ああ、そうです。お、ちょっと躊躇してます。よし、あんま斜めダメですよね。ダメですね、できるだけ水平に行った方がいいです。あ、平行。さあ、ファーストライン。はい、スルー。はい、スルー。怖い。見送りワンストライクです。意外と怖いです。あー、怖ー。これはさすがに怖くないですよね。怖くないです、怖くないです。さあ、見送り、ツーストライクです。見送り、三振です。これテールと流れると見送りですからね。あ、そうだ、これはあのただの遠石です。遠石です、そうです、そうです、はい、さあ、さっきもう始まる前に言ってますからね。さあ、遠石にちょっとフィフティしますね。そうですね、はい、ぜひ。お、なんかテール叩きましたね。しゃあ、だって遠石ですもん、これ。そうです、そうです。とりあえずかけることはできる、ジャンプして上に乗ることはできるはず。お、あ、もう行ったんじゃないですか、これ。ブレー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 。でも行けますね。はい、あっさり行くのか。あー、いやー、さあ、めっちゃ出る。めっちゃなんか出るみたいです。全然余裕そうですね。余裕じゃないです。余裕じゃないですよ。めっちゃ集中してますよ。それちょっと待ってください。なんでそうなるんですかみたいな。やばいっすな。なんでこうなるんですか。あれにこれやったらメイクする。あ、ヤナさんやってる。何でしたっけ。あのモノレールグラインド。どっちもはめるやつですよ。まさかのハンドレールでやったらもう天才です、ね。やっぱまっすぐから入らないとそっちにずれちゃうんですよ。もう普通にこっちに飛んできてますもんね。そうですよね。だからもうこの英語ですよね。そうです、そうです、ほぼまっすぐに近い感じで。入ってます。おー、滑ってる。逃げなければいけそうな。静かゆうたプロが言ってました。ハンドレールは無で入るらしいです。コツは無です。無で入れるぐらい練習したってことですよね。おお、今やばいっすね。今普通に結構滑ってますよ。よっしゃ。お、お、もうやばい、木の棒来ました。おっと、これは40歳から始めてスケートボード歴8年、48歳佐藤生。さあ、生産すごい。50-50ぐらいの丸です。初めてのマルレール 50-50 ぐらいに決まるか。あ、早い。早い。レールと戯れる48歳。いやー、まあちょっとね、怖がって入れないっていうオチもあるのかなとも思ったけど、これは気合入ってますね。
もうちょっとまっすぐ降りでいいです。多分そうですね。はいはい、それぐらいいいですね。あ、そこそこ、これ結構怖いですね。怖くなるですね。それなんですよ。なんかこの、あーでも余裕で結構来てるじゃないですか。行ってますね。多分なんないと思うんですけど。そう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 、でもそのラインなんですよ。それでまっすぐ降り綺麗にできれば、だから普通の降り、曲げない降りなんで、こっちの方が絶対怖くないですよ。さあ決まるか。惜しい。やば、着地に入れなかったらいけたっすよね。ちょっと体曲がってたんすかね。うわー、前に行ってますね。ちょっとだけ惜しい。いやもう来てますね。これはこれは近いですよ。チャレンジ、そろそろ決まりそう。ふぅあぁそんなにノーズから落ちてないですよね。じゃあ検証してみましょう。はい、ナイスメイクです。ふぅ、はい、今検証しました。なんかノズから降りてますよね。よっしゃって言ってますけど、なんか勢いでごまかそうとしてるやつですよね。そこはやっぱりあの、ね、視聴者さんから の、 あのクレーム入っちゃう可能性あるんで、まあ一回入ってるんで。そこまでやったんだったらちゃんと最後までやれみたいな言われてるんで、まあ、そこは謙虚に受け止めてやるつもりです。そうですよね。もうでも良かったんですよ。メイクはしたんで、はい、あとはやっぱりそのちょっとノーズ浮かして、ノーズから落ちない、ちょっとだけ浮かせる。おお、でも全然入ってますね。もうイケイケじゃないですか。もうなんか覚醒、はい、覚醒したっすね。セーズ無双モード。シャキーンって音がありますね。入るのが怖くなくなってきてる。何も言わずに戻ってった。ノーズから降りたの自分で分かったんですか。まあ全然ノーズでしたね。やば、自分で分かるの大事だと思います。すごい、ちょっと変わりましたね。前だったら今のでイエーっつってなんか。さすがです。さあチャレンジ回数30回は越してるでしょう。50回いってるか。惜しいです。マニュアル台降りるようにピョンと、そうですね、行けば行けますね。マニュアル台です、これ。そうです、そうです、もうマニュアル台です。まあ、低くていいマニュアルですね。うわまあここで頑張ってやっぱり乗ってやるを、そうですね、絶対乗るっていう、もう覚悟を持ってやるしかない。そうですよね。これぐらいの高さだったらそんな力いらないと思うんで。そうですよね。
し惜しい惜しい惜しい入った。さあきたきた、うっさ、今マイク浮かした、来た。今のは来ましたね。無でやったんじゃないですか。無、はい、もう体に染み込ませたっすね。おお、これをちょっと画像検証してみましょうか。検証しましょう。はい、ナイスメイクです。よし、来た。いやー、やってやりましたよ。いや、お疲れ様でした。そうですね、ナイスメイクです。やればできますね。うん、やればできますね、うん、だって最初もう怖くてやっぱ入れないですよ。5回でメイクするって言ったけど、まあなかなかそれは、まあ、まあ夢物語でしたけど、まあでもね、そういう風に気持ちではね、決めようっていう気持ちで行って、まあ実際やってみてみたいな、こう、流れですけど、夕日に消えていく電車からの接線、はい、うん、で、まあ最初あれですね、まずゆっくり行って、おー、まず、お、乗れた。そっからですね。で、それ何回もやっていくうちにちょっと自信ついてくるんですよ、少し。で、こう言って、お、乗れたと。何回も乗れてきたと。で、そのうち、あー、で、それも何回もこれやっていくうちに、もうなんか体に染みついてきて、じゃあこの時にこれ、ちょっとこれやればいいんだ、前浮かせればいいんだ。でも、その前浮かせようとすると、今度こっちがこうなったり、こう浮かせようとしても、あーみたいな、あーみたいになるんですよ。でも頑張って何回も諦めずやっていくと、めちゃくちゃそれがもう、会う時来るんですよ。ある時来るんですね。来るんですよ。でもそれはやんないとわからない。何回もやって初めてこういうわかるっていうかね。何偉そうなこと、どの口言ってんだって感じなんですけど、まあ俺の体験談ですね。うん、やばいっすよこれ。ZXレール、あ、ZX ストリートレールズ。レールズ、はい。これは安全ですね。まあ安全、多分一番安全なんじゃないですかね。うん、なんかもしかしたら世界一安全なのかも。世界一安全なレールかもしれないです。やばいですね、鬼通式。はい、まあ。まあそんな感じでしたね。そうですね、まあとにかく本当、できたんでよかったです。初めてのね、丸レール。丸レールの50、怖いですね、でも。まあ怖いですよね。それでみんなあの、ハンドレールで、今の若い人たちは本当にぐるぐる回して入るのが当たり前になっちゃってるから、回しちょっとおかしい。まあそれがやっぱ面白いですよね、見てて。そうですね、リスペクトだし、やっぱりすごいなって思います。でもこういうのやると本当に上手い人の凄さっていうのすごい分かるんですよ。なおさら分かるから、うん、そういう若手のプロのね、かっこいい滑りを見た時に、うん、わーって感動がなおさらね、まあ、思いますよね。そう、死ぬほど努力してると思いますよ、っていうの分かりますよね、うんうん、っていうことでしたね。そうです、そうです。で、そういうことが分かる人が世の中にもっといっぱい増えてくれたら、うん、スケートボード業界もね、もっともっと楽しく、うん、明るい未来になっていくんじゃないかな、うん、もうちょっと社会に認められるようになるんじゃないかなと。そうですよね。これからも OG3、うん、よろしくお願いします。そうですね、また48歳チャレンジなんかやってほしいのとかあればコメントでもくれれば。あと今日の僕のメイクに感動した方面白かったっていう方、はい、高評価、あとチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、また会う日まで。次の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。